おいさん、思い入れをお聞かせいただけませんか。まあ、僕はそのCD を作る過程で何回も何回も聞いたんですけれども、どうしても一回聞いてもまた聞きたくなっちゃうんですね。演奏者の皆さんのなんていうか思いがものすごくこもって、なんか自分の演奏なのに何回も聞きたくなって、そしてグッとくる場面が あるんですよ。でやっぱりその山形に対する愛がものすごくこもっているからかなと思うんですけれども。